小息胸は中国チャンス省洋州市出身の元卓球選手。世界卓球選手権のシングルスで1961年から1965年まで3連覇を果たした。文化大革命の影響で、その後に大会中国は参加できなかったが1971年の名古屋大会で国際大会に復帰 この時のアメリカ人選手との交流が、米中関係改善のきっかけとなった。その後、国家体育運動委員会主任に就任したが4人、組逮捕に伴い失脚し祭祀にも去られた。4年間の投獄を経て、参政省の卓球コーチとなり、世界選手権で銅メダルを獲得したくだ、喧を育て上げた。6人兄弟の5人目として、チャンス省州市に生まれたが、 日中戦争が終わり一家は母親の出身である北京に移った。幼少の頃は痩せており父親は彼に武術を習わせ、卓球は8歳か9歳頃に始めた。1956年に北京市の卓球大会ジュニアの部で優勝し、ナショナルチームのコーチの指導を受けるようになった。同年の世界選手権で活躍した小木村一郎、田中俊明が出演した。 映画、日本の卓球を見て、多くの影響を受けた。世界チャンピオンになるために、前人で、両ハンドで攻撃するスタイルを目指そうと、決意、1958年に、北京市のチャンピオン、1959年には、中国国内大会で、団体優勝、混合ダブルスで2位となったがこの時点では、姿国団、ジョトラセーラほど、強くなく、ドルトムントで行われた。 世界選手権代表には選ばれなかった。1960年のナショナルチームのリング戦で、姿国団を3から0のストレートで破った。1961年の世界選手権、北京大会の代表に、姿国団、ジョトラセイリートミエ、シューランマゴ、長ョ林と共に出場、団体決勝の日本戦ではトップで出場し星の点。 渡るから勝利を挙げにらにとなった5番で、小木村一郎を破り優勝に大きく貢献した。シングルスでも準々決勝で小木村を破り優勝した。その後1963年のプラハ大会、1965年のリブラナ大会と3大会連続で、男子シングルスで優勝した。3大会連続で決勝で、リトミエを破り優勝したが1965年の大会について、 リ・トミエが負けてくれたのではといった指摘がされた。後に彼は、当時上層部から指示があり中国人同士の試合になった時は外国選手に手の内を見せないように言われていたことを明かした。1967年2月4日に台湾の右派警視、天天日報が彼を含む全国卓球選抜チームの大部分の選手が、ガリュー副首相兼体育運動委員会主任と、 密接な関係があったことを理由として逮捕されたこと、中国がスウェーデン卓球協会に1967年の世界選手権に不参加を通告したのはそのためと報じた。文化大革命により1967年、1969年と2大会連続で世界選手権には出場できず、卓球選手にも強い批判がなされラケットを握ることも、 できず毎日のように反省文を書いて過ごした。姿国団や彼のコーチは自殺に追い込まれた。1970年に州恩来首相によって監禁生活から救い出された。当時日本卓球協会会長で愛知工業大学学長であった後藤二の尽力もあり3大会ぶりに出場した1971年の名古屋大会では張竹助。 リカゲミツなどの活躍で団体決勝で日本をこの2で破り優勝したがシングルスでは2回戦でカンボジア選手と対戦することになりロンドル政権の選手と対戦したら棄権するようにとの州オンライの指示に従い棄権した。なおこの大会ではその後の米中関係に大きな影響を与えた出来事の当事者となった。会場に向かう際にアメリカ人卓球選手、 フレン公安がバスを乗り間違えて、中国選手団のバスに乗り込んできた。当時中国選手には、アメリカの選手とだけは接触していけないという鉄の、規律があり、外国人と接した場合には、スパイ扱いされる時代であったためチームメイトから反対されたにもかかわらず参加前に、周恩来総理から、友好第一、試合第二という言葉を受けたことを思い出し、 アメリカの選手と中国の人民は友達ですと言って握手をして公衆制に四季折をお土産として送った。会場に到着したバスは報道陣に囲まれてこの出来事は大きく取り上げられた。この行為は二人のアスリートによる純粋で自発的なものだったが中国はこれを外交的なカードとして利用することになった。アメリカ代表団の副団長から アメリカチームを中国に招待してほしいと申し出を、彼は外交部に伝えたが時期尚早と判断され、州本来もそれに同意したが、毛沢東主席がアメリカチームを招待しようと最終決定を下し、アメリカ卓球チームの中国への招待が実現した。百七十一年四月日0九百四十九年に中国共産党による中国大陸制圧後初めて、 米国人が中国を公式訪問、その後の外交交渉の結果、1972年2月には、リチャード・ニクソンが中国を訪問した際に、人民大会堂で開かれたパーティーでは、周恩来から大統領に紹介された。ピンポン外交により、中国とアメリカが国交を回復するまで中国と国交を持っていたのはわずか32カ国であったが、 その後1年の間に百0 0カ国以上が中国と国交を結んだ。その後、ピンポン外交で西側諸国との国交回復の道筋を作ったことを評価されて1974年に33歳で国家体育運動委員会主任に就任したが1976年10月6日に後世ら4人組が逮捕された際、同年12月に4人組一派として、 壁新聞などで批判され失脚し、4年間投獄された。また彼の妻子も離れていった。1977年10月25日、香港の極めて信頼できる筋が明らかにしたところによると、失脚後、北京市内の公園で清掃作業員として自己批判に努めていた彼がベルトを使って首吊り自殺を図り、発見が早かったことから一命を取り留めた。 1980年10月から2年に4ヶ月、三世省の卓球コーチとなり彼が指導した、カット主戦型の久田喧嘩は中国代表入りを果たし、1987年の世界選手権ニューデリー大会の準決勝で何里氏、レーとの同士うちになり久田喧嘩に勝たせるという上層部の指令があったがそれを拒絶した、何里氏トに敗れて銅メダルを獲得した。 その後1983年に北京に帰還が許され1984年から北京の少年宮学校で卓球の指導を行った。1985年に1971年に来日した際に通訳だった日本人女性佐々木敦子と再会、北海公園で中秋の月を眺めるデートをし、結婚を決意するが中国政府からなかなか許可が下りず知り合いだった。 元天津市長で中国共産党中央政治局常務委員会委員だった李瑞官への働きかけなどにより彼と雇用法当初期が東昇平主席の許可を取り1987年12月19日二人は結婚したその後名誉を回復し1996年に発行した自助伝東昇平批准がも結婚は60万部のベストセラーとなった 2002年11月に女子世界チャンピオンになった九章恵みと北京総足胸九章恵み国際卓球クラブを設立したがこの時元アメリカ合衆国国務長官のヘンリー・キッシンジャーからも祝電を受け取った2013年2月10日ガンヌ・タメ・北京市の病院で死去72歳を打つ現在妻は彼を記念した 卓球大会の小息胸杯を有しと共に催している。ありがとうございます。